まあね、JR 東日本さんもあの 3.1 止めてるの知ってますよ。さすがに止めるの。もう私もいい滞在中ね、新幹線が止まる、それ知ってます。うん、現に東京駅見ましたから。うん、現在地震、福島沖縄に、ね、の地震が起きたからね、西部間を通じて、うん、現在徐行またね運転規制してます、ね、こういう報告してます。そう、ちゃんと見直してるからね。あ、昔と変わってます。そう、あ、要は1年しか教訓生かしてん。そう、あの高速道路の現状見たらもう止めてるって。お前も止めないと後で、うん、あ、鉄道各社がそう、こういう被害者から損害賠償を食らうには数兆円って、とんでもない裁判沙汰になるって。そう、そういうか、そういうことです。そう、こういうトラブルはね、あいな訴訟は、うん、そう、今日本国内問題になって、そう、こういうことで問題になって、はあ、もう、そういうことでした。もう、そう、こうやって現実見せられた、本当に現実を見せられました。本当に笑い事じゃありません、本当に現実見せられた、もう恐ろしいことです。そう、三山のあの現実見てびっくりやな、本当に。よく四国新幹線も使って、うん、多分ね、もう私の計算だとね、松山の直結はちょっとやめた方がいいよ、四国新幹線もね。あとはなんか中央新幹線、単純面リニアしたいね、マグレブか、マグレブかね、ちょっとやめた方がいいよ、ちょっと、うん、あれね、料金査定したら多分ね、今の東京から米原区間で多分倍の2万は、まあ2万7000円はするって言われた。寒い片道で2万7000円はするって言われた。最終の新大阪まで行ったらね、2万7、いや多分3万5000円は行くって言われた。値下げしても無理ないやな、ここまで限界。距離じゃなくてちょっと倍のな、指定席級のなん設定じゃないじゃん。多分ね、もし導入できてもほとんど指定席扱いなら、うん、そういうことであんまりごちゃごちゃにすると大変だからね。今愛知とか東京でなんかあんねん、まぐれ建設登場、ちょっと私は中止した方がいい、予算上ちょっと無理、あんまり中止した方がいい。これはね、本当に冗談ではないから、本当に。ほら、日本ね、意外と TPP、FTA 結ぶなら、ね、規制が多い、多すぎた。もう全然守ってなかった。そういうことですね、本当に。せっかくトランプさん結んだのに、もう結んだのに、これじゃ水の泡になってもた、損してもたよ。せっかく結んだのに、こういうことや。そうした。まあちなみに架空世界けど、七夕革命の時ね、軍が分裂、あのソビエトの8月占領、それはなかった。逆に一致団結で国民を守って、おさ私も守って一緒に戦ったよ。そう、一軍民一で、そう、革命成功させたよ。そう、あ、成功させた、うん、まれな出来事や。そう、まあ、とでも現実世界同様に東西両陣営も崩壊したよ。そう、西アメリカ、新米のな、中南米諸国も民主化の波が押し寄せたよ。そう、軍政が崩壊したよ。ピノチェの体制も崩壊したよ。このた弱で、そう、うん、反発が強まってん、そうか、軍政が崩壊してもたんや。そう、意外と西側陣営も参加の中南米もね、アジアも壊滅してもたんや。そしてスワルト体制ね、最終的に中曽根さん核ね、そう、中曽根さんドクトリンやっとして、ポルトガル共和国大使館来たんや。そう、この件カーネーション革命があったんで、そう、もう中なんかで、そう、インドネシアに不正占領された、そう、うん、あんなに気が利きもちょっと、うん、解放して言い始めて、もうあれ無理やって、もう海外展開のもう不可能になって、そういうことでした。まあ長谷さん圧力かけ始めて、もう意外に親米国家が、うん、テロ体制だとか圧力かけ始めて、そう、もうめっちゃ強硬路線取ったんだ。もう特にインドネシアに対してはもう戦争までだね、もう、まあ、まだただただ革命で、日本各部の自衛隊で日本防衛軍軍事力が強いって証明したんよ。もう民衆を守るための軍隊だって証明したんよ、軍隊だって証明したんよ、世界に見てね。そう、これで旧日本軍職はもう軍なくなった。ああ、みんな分かった、軍国主義やん。さあ、官僚のテロリズムが原因だって。さあ、俺のことは原因を突き止めたよ。あ、小泉です、現実世界の小泉純一はむっちゃ官僚嫌いだったね。もうよかったよ、長瀬さんも。
嫌いだったんだよ。もう お互いにそんな佐藤栄作さんお弟子さんだったんで、それで採用しました。さあ、うん、もう佐藤栄作政治被害被ったよ。もうこのことは被害被ってたよ。ああ、福田赳夫さんも捕まってた。さあ、俺でヤクザ関係者なんで、ね、決起したか、その佐川良一やつか。でびっくりしたよ、佐藤宮島の遺族たちも。ああ、電通。捕まってたよ、電通の会。あと、読売新聞からね、日本で読売テレビとか、つうか、さあ、勝利キッカーも捕まってたよ、勝利の。すごい。あ、捕まってたよな。もうこれで切れちまったよみんな。新兵よりの新兵のメンツたちも。お捕まってたのさ。もう関係なかったよな。新装派とはね、新兵派とは新中派とは全く関係なかった。もう右も左も関係ない設定にしました。これが現実やったよさ。団結しろっていう意味合いでこうなって、よく絆って言うんやったらこういう形でさやるべきやったよさ。多分ね、日本革命起こったらね、多分ここもね、日本全土は混乱するではあった。もう混乱するではあった。多分自衛隊もね、多分分裂はせんへんけど、どっちの味方にやるか、もう中立取られたら無理になるんだって。5152みたいに、そんなことはできなくなって。ソビエト、8月生。そういうことはもうできなくなって。現にソビエトもね、ほとんど内戦状態。さあ、空軍と防空軍がぶつかって、この上空でな、なんか、ソビエトの上空でぶつかって、もうミサイル誘導弾撃ちまくるって、って撃墜してしまうってことやな。本当にガルジに対して知ってますよ、あの事件。ソビエト軍同士がソビエト軍が分裂したの知ってましたよ。分裂してもて、さあ、このことは分裂してもたよ。大事やった。もうこれだけな、もうほとんど内戦状態内閣な。今ではリビアとかね、リビアの寸前やったね、ソビエトも早くなんて。もうそれは回避された。そう、議員を止めた。そのさ、まあ最初からね、エリツィン潰しやったね。最悪の、俺はロシア数年後に起こった。そうそう、もう初めて起きた最悪事件ね。ロシア連邦議会ね、議事堂ね、砲撃事件、ガンサーメン議会占領事件ね、515事件、226事件、もうやっちまったよ、また。砲撃してもだよ、議会議事堂。むっちゃ攻撃しまくった。びっくりした。あの映像見たことある、昔。さあ、本当に攻撃したよ。あの戦車用の砲撃でさ、砲台で、自走砲で、もう、議会議事堂攻撃したって、とんでもないこった。国権の際、立法機関だよ、ロシア。攻撃してもたよ。もうエリツィンね、これ以降めっちゃ人気低迷。これが原因。こいつの政策がめちゃくちゃやったんです。規制ばっかり行き過ぎて行き詰まってます。そして法の独裁とかね、こういう戻ってきて、規制撤廃したんや。これで強くしたんや。そしてロシアは強くまた復活したんや。そしてその証拠にセリアだリビアに単独で軍事介入できる。回復したからね、回復してもたからね。もうソビエトほどでもないけど、単独で軍事介入できるようになったんや。現にポルトガル共和国大使がすごいね、あの話が。もうあの植民地本土だけ内地っていうかね、あそこでもう革命を起こしてほぼ内戦状態ですね。小さな第二次世界大戦って感じでした。こんな全部で戦ったんですか。びっくりですよ、本当びっくり。ウクペリアみたいな、本当にあれ本土と植民戦で戦ったってびっくりやな。国軍同がぶつかったってびっくりやん。ゴラでもうびっくりやん。こういうことやん。もう多分日本もこれになるんじゃないかって思った。さあ、幸い北海道ね、まあアイヌ共和国、あっちの本気の無事やった。さあ、逆に言うと本州やん。さあ、むっちゃひどかった。四国もめっちゃ壊滅状態。核やけど、ここもね、戦場になってもたんや。さあ、まあ、核、日本防衛軍、まあ、当時陸軍って呼ばれてたの。じゃあこっちでした。こっちの陸地防軍になっちゃった。なっちゃった。海軍って故障は使ってやん。ほんでなぜか空軍は防空軍。はい、これさ、まあ初めはソビエト軍のあれしましょう。結構いけ、侵略はしないって前提で、まあ、宇宙軍にしました。もう宇宙海、こういうことでした。まあ
ね、小泉純一郎さんと中曽根康弘さんご一緒、うまかったですよ、文民党さん、お二人ともうまかったですよ、設定者むっちゃあの指揮者、軍もね、言うこと聞いたんで、混乱してたんで、命令お願いしますっていう、中曽根さん捕まってたんで、小泉さん命令できる、いなかったんや、小泉議長、命令お願いします、お願い、福田武雄さん、何、武雄さん、行ったんや、連絡取れないんで、今、軍が来ました、勝ってますって、行ったやん、わーったって行ったやん、もう最年少、閣僚やったんや、もう閣僚やったんや、すぐに、出動命令したやん、俺だけになったやん、最悪な事態になりました。こんな事態になったよ、1ヶ月間に。戦闘自体は9月まで続いたんよ、9月上旬までな。むっちゃ続いたんよ。時代はもう8月なのかね。その新暦では七夕の日なんよね。仙台でようやってるね。この日によう。なんだよ、残念ながら地方では戦闘が続いたんよ。末期まで。続いてもった恐ろしいことや。そう。まあ、元祖リビアのような状態になりかけたんですよ。それはもう抑え込んだ。もう、簡単に抑え込めました。本当に流血死闘になって、帝政復興とは全滅しました。壊滅だしね、極右もね、数千、もう減りました。そう、壊滅したんで、もう減っちまって、そう。でもこれでもね、まだね、架空世界で数百万もいるって、とんでもない軍隊並みの組織やったよ。危ないってばあったさ、数千万もいるんやの極右の関係で、こんな奴ら暴走してる、誰が止めるんだって言ったら、もう自衛隊海保とは消防しか止めるもいなくなったんやさ、私は今対基本という法律ね、ドイツ連邦共和国ね、連邦軍人法という労働基本権に関する法律を軍を認めようがって、これで何決起して総議権ね、これで合法的なクーデターも革命も認める、デモを認めるというかね、軍主体のデモね認めて、これで止めてくれて言ったよ、515事件、225事件引かし止めてくれという前提ではないって言ったよ、もう止める者はいないって言われてね、軍そういうことはもう山崎氏託すしかなかったよ、まあ毎日自民党が一党テロと止められるのはもう自衛隊しかないって言ったよ、海保もな、消防も公安も機長も止められるのはこの人とね、結構国土交通省参加でも結構、数万もいるって、もう軍隊化できるって、そういうことでした、そういうことでした、もう俺で行こうって言いました、以上です。